美味しい。はい、こんな感じですね。この天気ですから、なんかね、いろいろ出歩いて散策っていう風にもなんないんで、周りのテントもね、諦めてもう飲み始めてるような感じですね。高いね。はい、一応ね、換気はしてやってます。くれぐれも一酸化炭素中毒ならないようにやってください。テントの中6度ですね。よし、じゃあお湯はね、適当なんだけど、ちょっと飲もうかな。家で握ってきたおにぎり、この組み合わせ美味しい。こんな感じで入れるよ。はい、スープうまい。ご飯もそのうち馴染んで食って美味しくなると思うよ、マジで。今ね、だいたい夕方6時ですね。ぐっすり休みました。はい、暮らし平のキャンプ場、徐々に、ま、テントに明かりが灯ってきました。はい、これは株家のテントですね。夕飯ね、夕飯は、だいぶ重い食材を担ぎ上げてきましたんで、まあこれから軽く一杯やってから夕飯を作っていきたいと思います。今ね、テントの中ちょうど0度。うわー、すごい風。これね、換気のためにね、しょうがないから開けてんだけどね、結構寒いです。はい、ジンビームですね。ウイスキーだ。効くね。あのね、これで本当はお湯割りとかそういう風にやりたいんだけど、寒いからおしっこばっか出てる。トイレがちょっと遠いんで、だからなるべくおしっこ出ないようにこれストレートで煽ってます。はい、先に卵を割っとけっていうんで、大体分かったんですけど、
山ですき焼きは多分ね3年ぐらい前の塩山荘でやったやつ以来かもしれない。ウイスキー、ジンビーも美味しいんだけど減らねえんだ、寒くて、はい、すき焼きをカムママが作ります。こんなもんかな。はい、ギリギリ一酸化炭素中毒なんないレベルだね。これなんだっけ、えのきだっけ、えのきとしめじを大量投入して味にうまみをという作戦なんですが、こういうあったかいもの食えるだけでも本当ありがたいと思わないと。はい、今ね温度は、若干じゃない、だいぶ上がったな、10度までいったな。外がねマイナス12、3度、中が10度、寒暖差20度。うまいよ。これはうまいよ。すき焼きやばい。うますぎる。でね、ジンビームもいいんだけど、これはもともと昼間飲むために買った酒で。はい、これも持ってきました。はい、安いワイン。でも美味しいんだよ。こういう飲みやすいね。見事に、ね、これもね本当はね全部飲みたいんだけど、調子こんで飲んでるとおしっこばっかいっちゃうんで、なんせ外雪降ってますからね、時折吹雪くんだよね、テントが持ってかれそうになるんで、なるべく外出たくないっていうのが正直なところなんですけど、いやでもね中はもう10度いってるよね。大体10度だね。はい、おはようございます。朝ね5時3分ですね。今からですねちょっと片付けして、ご飯を食べて撤収したいと思います。
入れる。いただきます。いいよ、いいよ、好きなやつ食べて。しかしこのメスティンは使えるな。なんちゃってパズー風。今7時ですね。おはようございます。いや、穂高の山々、あれ明神岳ですね。はい、綺麗に今日は晴れてます。はい、じゃあさっきねテントを撤収しましたんで、これからタワンドに向かって歩いていきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。あー、誰もいないカッパ橋、めったに見ることできないね。さっきマイナス12度って出てたけど、まあそんなもんしょうね。帰り道は今日ちょっと時間に余裕があるんで、対岸こっち通っていきたいと思います。明神岳がね、綺麗だね。昨日の吹雪は本当どこ行っちゃったんだろうってぐらい。今8時ですね。いや疲れちゃった。せっかくこっちまで来たんで、ウエストンヒ見ていこうと思ってるんですが、あいにくこんな状況なんで。わかんじゃねえ、いけないことはないけど。はい、はい、この先大正池方面に歩いていきます。
帝国ホテルです。すごいね、帝国って感じがするね。バス通りに出ました。合流。もうこの辺は若いねえかな。もう大丈夫っぽいな。はいはい、行ってみましょう。おお、焼け岳がすんばらしい。焼け岳の上空は結構風あるようですね、ここから見てると。はい、大正池ホテル着きました。はあ、昨日はね、本当にここら辺吹雪がすごかったから、本当にね、歩いてって本当につまらなかった。当然ね、今あんなにくっきり見えてる焼け岳も何一つ見えなかったし、まあそういうことで今日はね、足取りが軽いですよ、だいぶ。上高地キャンプもね、1日目は吹雪、2日目は晴天ということで、まあ、いろいろあって楽しかったです。はい、これでお別れします。